えー、そこです。奇跡が起こりましたオカマ系 VTuber として有名な桜井 P が蘇生しました先日亡くなったことが明かされた桜井 P の葬式中のことです本人の意向で棺の内部にカレーを注ぐ儀式が執り行われていたところ参列者の一人があんこを混入させた疑いが持たれています直後桜井 P は「ちょっと待って!」 と叫びながら起き上がり会場は一時騒然となりました。